月曜から金曜まで JR と旅に関するおすすめの情報をお伝えしているコーナーです。月曜日は列車の中で読むおすすめの本のご紹介でございます。紹介していただきますのは北海道出身のフリーライターで書評家、早稲田大学文化構想学部教授の永江明さんです。永江さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、今日ご紹介いただく本何でしょうか。はい、今日は文庫をご紹介しますね。はい、サラ・パレツキーの短編集アンサンブルという本です。早川文庫から出ていまして、お値段は税込み945円ですね。はい、翻訳なさってるのは山本弥生さんです。ほう、サラ・パレツキーさんのアンサンブルという本ですね。はい、はい、このアンサンブルですね、サラ・パレツキーの、デビュー30周年記念という本なんですよ。で、なんと日本オリジナルなんですね。で、まあ、だからアメリカで出ていて、それを日本に持ってきて訳したんじゃなくて、日本で独自に編集したものです。収録されているのは全部で10編の短編が入ってまして、まあ、ちょっとね、日本とアメリカ出版事情少し違うんですけれども、まあ、これアメリカの雑誌とかですね、あとアンソロジーってこういろんな人の作品が、集まった本とかに収録されたものが中心なんですけども、本邦初訳のものも入っています。あのサラ・パレツキーさんなんですが、どんな経歴の方なんですか。はい、アメリカ人です。1947年6月8日生まれって言いますからね、今週の金曜日はお誕生日ですね。65歳になる方ですね。アメリカのアイオワ州生まれです。カンザス州で育ったそうで、名前からも分かるようにですね、パレツキーって名前ですけど、まあ、ポーランド系の方のようですね。でカンザス大学で政治学を、専攻しまして、でその後シカゴ大学にも行ってですね、このシカゴ大学で博士号を取得しています。で現在もそのシカゴに住んでいるそうなんですけれども、1982年にですね、サマータイムブルースという作品で、作家デビューします。これがその、サラ・パレツキーの、まあ、代表作になります、V.I. ウォーショースキーシリーズっていうんですけれども、V.I. ウォーショースキーっていうのが、まあ、ヒロインの名前なんですが、その第1弾ですね。で、まあ、以来このウォーショースキーシリーズ14冊今まで出ています。人気シリーズなんですね。はい、ちなみにどんな主人公なんですか。これウォーショースキーですね、まあ、ヴィクトリア、ヴィクっていうんですけども、ヴィクトリア・ウォーショースキーですが、シカゴに住んでる、女探偵という設定です。それもですね、元弁護士なんですよ。で元弁護士で今探偵なんですけど、なんで探偵になってるかっていうと、同業者だった夫、まあ、弁護士だった夫とですね、まあ喧嘩して離婚しまして、でそれで、私立探偵になったっていう設定なんですけども、で美人で、まあ、元弁護士ですから頭もいいし、スタイルもいいし、格闘技の心得もあってですね、でファッションセンスもいいんですよ。まあ、スーパーウーマンですね。でね、正義感が強くて、まあ、いわゆるリベラルって言いますか、進歩的な考えの持ち主で、特にこう女性差別は許さないわよ。で、まあ、時々、まあ、これがあだとなってですね、例えば、まあ、マッチョな、男尊女卑の塊みたいな、人からはですね、敵視されたりとかですね、で彼女自身もですね、ちょっとこう、カットしやすいんですね。で、時にはですね、こう、犯人の家にこう不法に入って、操作しちゃうみたいなね、行き過ぎちゃうところもあるんですけれども、まあそこがまた、魅力的でもあるんですね。でこのシリーズ第2作目のレイクサイドストーリーっていうのがあったんですけども、これはキャスリン・ターナー主演で、映画化されまして、日本語のタイトルは私がウォーシャースキーっていうタイトルの映画だったんですけども、これ見るとね、もしかしてキャスリン・ターナーをこう想定して最初からサラ・パレツキー書いたんじゃないのっていうぐらい、キャスリン・ターナーぴったりでしたね。すごくかっこいい映画でしたけれども、
で、まあ、この、VI ウォーショスキーシリーズっていうのは基本的に、まあ、長編なんですけれども、はい、まあ、サラ・パレツキー時々、まあ、そのアンソロジー、まあ、それも例えばですね、サッカークラブのこうアンソロジー作るとかですね、まあ、そういう時に、短いものも書いていったりするんですけども、はい、まあ、今日ご紹介するアンサンブルにはそういう短編が4作が入っていまして、うん、それ以外にそのウォーショスキーシリーズじゃない作品が6作入っています。だから、まあ、パレツキーファンにはちょっとたまらないあのお得な本になってるんですけれども、うん、冒頭にですね、30周年に寄せて日本の読者と皆様へっていう、まあ、メッセージ文章があるんですが、これがね傑作なんですね。パレツキーさんからのメッセージですよね。傑作ってどんなことが書いてあったんですか？あのデビューのいきさつが書かれてるんですけども、うん、そのデビュー作の構想が生まれたのはあのパレツキーが、保険会社、多国籍な保険会社の、まあ、だからインターナショナルです、あの活動している保険会社のマーケティングマネージャーをしていた時だったっていう話なんですよ。でそれがね、その上司が、世界最高のボスとは言い難い男性でした、うん、傲慢で能なしで部下をいびるのが好きな人物でしたって書いてるよ。で、ある日このボスが会議だって言って部下を集めて、うん、一人で何時間も喋り続けていたんですって。でその間中パレツキーたちは素晴らしいお考えですってね、こう言い続けるって、まあ、なんかね、アメリカの会社ってもっとみんな個人個人がずけずけ言うのかと思って、ね、そうじゃないんですね。まあ HBC の会議もこんななのかどうかは知りません。自由っちゃ自由なのかな。で、まあこの瞬間にですね、まあ、心の中でパレツキーがですね、この自分の正直な意見をね、本人って、まあ、その上司にですね、ガツンとぶつけてやればいいのにって思ったんですけども、うん、その瞬間、その VI ウォーショスキーが、パレツキーの頭の中で生まれたって言うんですよ。パレツキーとは正反対の、もう勇敢で度胸があって、言いたいことをはっきり言えるような女性を主人公にした探偵小説を書こうと思ったって言うんですよ。なるほど。で、当時のアメリカに世の中に出ている、短編小説、あの探偵小説、まあ、好きでいつも読んでたんですけれども、面白いんだけども、唯一不満は、女性がいつも脇役で、あの、おとなしかったり、あの、資料に欠けていたりとかっていう扱いに我慢ならなくてですね、うん、それで私は、女探偵を主人公にしたのよっていうわけですね。そうですか。は、で、その中身なんですけども、なんか一つご紹介いただけませんかね。はい、そうですね。これ、ウォーショスキー自身に関係のある事件が多いんですけども、はい、この VA ウォーショスキー最初の事件って短編があるんですよ、うん、これは日本では初紹介となる短編なんですけども、はい、この男勝りの、VI ウォーショスキーがですね、はい、初めて手掛けた事件っていうのが紹介されてるんですけども、うんうん、彼女何歳だったと思います？何歳だ、初めての時、10代10代、まあ10代といってもあの幅がいろいろありますが、うん、なんと10歳でって言うんですよ。10歳、はい、10歳で何を解決するんでしょうか。どうやって戦うんだろう。時代は1966年です。ここら辺がね、このパレツキーの設定のうまさなんですけども、1966年のアメリカというと、黒人の、民権運動といいますかね、うん、あの人種解放運動がピークに達している時期でして、はい、白人による人種差別に対する抗議する、まあ、キング牧師いらっしゃいましたね、うん、の暗殺されましたけども、はい、マーティン・ルーサー・キングがですね、まあ、シカゴにも演説のためにやってきたんですよ、うんうんうん、でシカゴっていうのは、まあ、今もそうですけれどもなかなか荒っぽい街でして、まあ、暴動が起きそうなんですね、うん、そのキングなんて野郎はあの叩きのめせぶっ殺しちゃえみたいな騒いでる人もいるので、はいはい、でビクのお父さんは、警官なんですね、うん、で、あのキング牧師を警備するために出勤してるんですけれども、はい、親戚の一人トマスおじさんがですね、うん、
このトニーをぶっ殺してやるって言って出てったんですよ。うん、最近トマスは仕事クビになったんですけども、うん、それが、ビクのお父さんのが、まあのせいじゃないかっていうふうにね、逆恨みしてるらしいんですね。うんうんうん、でお父さんがこれさ殺されちゃう、急いで知らせなきゃってんで、うん、ビクトリアは家を飛び出していきます、はい、でもね手にはね10歳の誕生日にもらったばかりのカメラを持ってるんですね、うんうんうん、でお父さんが警備しているデモ会場を目指すんですが、うん、もう会場大混乱ですよ。あ、そうなんだ。キング牧師を殺そうとしてですね、うん、まあ、右翼たちがいっぱいいるわけですね、はい、で石なんかも飛び交ってるわけですよ。あ、で検問のところではですね警官に賄賂を送ってで渡して、その右翼が、通るのを目撃してですね、さすがビクトリアそこを持ってたカメラでこっそり撮ったりするんですが、うんうんうん、でお父さんはどこだろうって探していると、トマスの車が通りがかります、うん、ところがトマスじゃない知らない男が運転してるんですね。でビクトリアが、パパどこなのって、でトマスおじさんどうしちゃったのよって言うと、うん、その男はなんとビクトリアに襲いかかってきます、10歳のビクトリアどうなっちゃうのかっていうところでは、うん、ちょっと今日時間なくなっちゃいましたね。まあ、この続きビクトリアの運命はもちろんあの、ね、ビクトリアその後成長するわけですが、ね、ここで殺されちゃうということはないんですけど、そうですね、どんな風に危機を切り抜けるのかは、読んでのお楽しみです。しかも10歳でね、はい、どう解決していったかという、はい、今日長谷明さんに紹介していただいた本、サラ・パレツキーさんのアンサンブルでございまして、早川ミステリー文庫から税込み945円で出ております。では長谷さん来週もよろしくお願いいたします。ではまた来週、良い週間お過ごしください。